はいどうも、隙間時間に聞く読書の聞く本です。今回ご紹介する本はプロセスエコノミー、今話題の本ですね。プロセスエコノミー、早速今回ね5分で紹介するんで早速いきましょう。はい、プロセスエコノミーとは何でしょうか。というと、これアウトプット、完成品ではなくて途中のプロセス、過程が売れる、過程に価値があるという、そういう時代だよっていう、そういう本になっています。まあね、例えばクラウドファンディングで銭湯をリフォームしたいんですってね、若者が言って、もう潰れかけの銭湯があると。でそれを、リフォームして、もう漫画とかたくさん置いて、もうサウナと水風呂ですっげー整う、そういうめちゃくちゃいい銭湯を作りますっていう風に若者が言ったら、そこにクラウドファンディングで、あ、いいねいいね、銭湯、俺もその銭湯行きたいよって言ってお金が集まってっていうね、その作る途中でお金が集まってくる。これがまさにプロセスエコノミーなんですね。アウトプット、すごいいい銭湯ができて、そこにみんなが集まってお金を払ってくれる。これが今までのアウトプットエコノミーなんですけど、それに対してこの途中でお金が集まってくる。これがプロセスエコノミーですね。これじゃあさ、プロセスエコノミーって言うけど、なんかカタカナめんどくさいな。それさ、知っててどんないいことがあるのって思いますよね。これは、まあ、知ってるといいことあります。もうプロセスエコノミーって、もうキングコング西野さんとか箕輪さんとかみたいな、もう超有名なインフルエンサーだけの武器ではないんです。これ知ってるとどんないいことがあるのかというと、もうこれチャレンジ&失敗しやすくなる、もうまさにこれなんですね。今まではなんかやっぱりチャレンジして失敗するって怖いですよね。新しいことをやってもうなんか失敗して、うわあいつ失敗してるぜっていうのを見せたくないですよね。だがしかし、このプロセスエコノミーっていう言葉を知っていれば、失敗が美味しくなるんですね。なんでかっていうと、もし失敗しちゃっても、もう例えばツイッターでこういう失敗しちゃったとか、あとブログやってる人はブログでこういう失敗しちゃったけど、こうすれば大丈夫みたいなね、そういう記事にすればみんなの役に立つことができます。まあ、私もねこういうことあるんですよ。ブログやってるんですけど、免許証の更新に行き忘れちゃったっていうね、あの期限過ぎちゃったっていうのがあったんですね。でそれ、うわやっちまった、免許証の更新し忘れるとお金よりかかるし、ちょっと遠くの教習所行かないといけないし、うわ最悪だって思ったんですね。けどこれブログの記事にしてみようって思ったんですよ。そうすれば、あ、教習所で更新し忘れた時に必要なものだとか、東京都内だとここにあるよとか、そういうのを役に立つ記事にできるじゃん、そうすればみんな喜ぶじゃんとかって思って、そうするとね悲しみが半減したっていう、そういう体験談があるんですね。まあ、こんな感じで自分の失敗も含めた人生がコンテンツになるということとか、もう簡単に言うと、失敗しても、あ、いいんだこれもネタになるっていう、そういうふうに思えるわけですね。プロセスエコノミーを知ってれば、あ、チャレンジと失敗も美味しいっていう、これが一番のメリットかと思います。失敗しても、まあ SNS と相性がいいですよね。やっぱり失敗しても SNS でつぶやいたり、 SNS で、こうすれば大丈夫っていうね、解決案を提示するとか、そういうふうに使うのがいいと思います。ここからね、もうこのプロセスエコノミーで、読み解くマーケティングというか、6つのポイントっていうことでね、もうシャシャッと、やばい、もう3分30秒なんですけど、シャシャッと紹介していきますね。1つ、もうアウトプットでは差がつかないんですね。もう昔は例えば飲食店でも、もうまずい店って結構たくさんあったんですよ。もう入ると、カレーライスだよね、カレーだけどまずいぞこの店みたいな、結構個人店でもあったんですね。けど今ってもうどこ行っても美味しいですよね。もうそんな感じでアウトプットでは全然差がつかないんです。じゃあ何かっていうと、2つ目のポイント、プロセスで差別化するわけですね。例えば、ちょっとね、古いですけど、昔だとケミストリーとかね、モーニング娘。とか、もうそのデビューする前の時からカメラで見せて、でそこで、あ、頑張れって言って応援して、そういうプロセスを見せていったわけですよね。最近だと NiziU とか、煙突町のプペルとかね、ありますよね。そうやってプロセスを見せてみんなを巻き込んでやっていくと、そういうことでうまくいくっていう例が、たくさん増えています。3つ目のポイント、役に立つよりも意味があることに価値があると。で例えばこれもうアートが最たるものですね。もうアート、もういろんなもののアウトプットがもうそんなに、なんていうかな、差がない時代になると、もうそういうふうに物差しで測れない価値っていうのが、価値が出てくるわけですね。で、最たるものがアートだと。
で他にももうすごい思うのがスタバですね。もうスタバコーヒーですよね。コーヒーとかいろんなフラペチーノとかありますけど、あれってまあスタバ確かに美味しいんだけど、どこのお店も美味しいじゃないですか。でそんな中でなんでみんなスタバを買うかっていうと、やっぱりスタバを持ってるとかっこいいみたいな、多分そういうのがまあブランドとしてあるわけですよね。まあファッション化してるんですよね、スタバが。だからそのスタバを飲むことによる役に立つよりも、スタバを持っててそれをで歩くみたいなね、そこに意味があるっていう、そういうところに価値を感じる時代になっています。やばい、5分過ぎた、もうシャシャっていく。4つ目、所属欲求を満たすサービスに価値がある。もうそうですね、もう特にこのコロナの時代、やっぱりその会社だとか家庭とか今までのコミュニティの価値が落ちてきていて、それよりもオンラインサロンとか何かその自分が所属しているっていう、そこにいいなって思う人が増えています。5つ目、誰々さんのサービスなら買うっていうね。もうその商品の持つ魅力よりも、SNS とかで知っている誰々が作った、電子書籍とか誰々が作ったノートとかね、そういうものであるから買うっていう、そういうのが増えています。もう昔よりもね、電子書籍とか、まあ私結構買うんですけど、 Kindle で、まあ今実は Amazon で誰でも電子書籍出版できるんですね。でそれで、無名の人でも結構電子書籍買うと面白いみたいな感じで、ちょっと SNS でね、Twitter とかインスタとかであの人知ってるから、あの人の本だったら買ってみようかななんていう、こういう風になってきます。最後、誰がなぜやるかが超大事ということで、まあ、今言ったようにね、誰がやってるのかっていうところと、その人がどういう動機を持ってなぜやってるのかっていう、そこが大事。そこのストーリーを語ることによって、ストーリーが相手に伝えると、あ、じゃあこの人から物を買ってみようかなっていうふうに思うわけです。そのストーリーを、そのプロセス、自分が生きてきたプロセスを語って、あ、いいなって刺されば買ってもらえるっていうのがあります。まあ、そんなことがね、このプロセスエコノミーには載っていました。まあ、ここまで聞いてみて、うわ、やっぱりさ、なんか SNS とか言うしさ、そのインフルエンサーしかプロセスエコノミーって意味ないんじゃない、一般人にとって全然役に立たないよっていうふうに、思う人もいると思います。私もこの本読んで、結構そういうふうに思いました。で、結論としては、私が思ったのは、これ積極的にプロセスエコノミーを自分に取り入れる必要はないと思いました。で、そうだな、まあそうなんだけど、だがしかし、覚えておいて損はないっていうところですね。その理由の一つが、最初に結論を言った失敗、チャレンジして失敗っていうのが怖くなくなるっていうところ、これが一番大きいです。やっぱり今ってリスクを取らないで動かないことがね、一番怖い、一番それがリスクだってね、まさにそうだと思うんですよ。こんだけネットで情報が溢れているので、何かしら行動を起こして動いて、それでね、失敗してもいいし、成功したらそれは嬉しいしっていうね、どんどん動く行動量がものすごい大事な時期かなというふうに思っています。まあ、だからこそね、これ、プロセスエコノミーという言葉を覚えることによって、どんどん、行動して失敗していきましょう。失敗が美味しい時代です。でさらに言うと、まあ、キャッシュポイントが増えるっていうのもメリットです。アウトプットしたもので完成品を売って得れるキャッシュポイントだけではなく、その途中でプロセスエコノミーっていうのがあると、まあ、そこでもね、まあ、儲けることができるっていう、ビジネスを考えるときに、覚えておいて損はないというふうに思っています。でこのプロセスエコノミーを、使わない、いや俺は SNS なんて嫌いだよっていう人もね、多分そういう人で、なんていうかな、結果を出す人っていうのは、リアルで結果を出していく人っていうのはちょっと遅咲きになってくんじゃないかなっていうふうに私は思っています。まあ、結構ね、もうツイッターとかいろんな SNS を見ると、20代30代で活躍してる人すごい多いですけど、もうリアルで40代50代でそこでね、めちゃくちゃ花開くっていう、それで人生、もう人生100年時代ですから、それも全然ありなのかななんていうふうに思っています。まあ、聞く本もね、こうやってイラストでね、アイコンでやってますけれども、まあ、そういうふうにね、徐々に徐々に、40代50代で、遅咲きでいいんで、自分のねやりたいことをやって、
人の役に立てたらいいななんていうふうに思っています。はい、結局やばい10分になってしまいました。まあ、いつもよりね、いつもの半分ぐらいでようやくできたからいいかななんていうふうに思っています。こんな感じで聞く本ではビジネス書をわかりやすく紹介しています。 YouTube、スタンド FM、Spotify などで聞くことができますので、通勤時間とかランチタイムとかね、聞いてもらって一緒に勉強していきましょう。今日はね、ちょっと短く、なるべく短くするっていうのを私のこのチャレンジにしてみました。まさにね、リアルタイムでプロセスエコノミーということで、この挑戦の過程っていうのをちょっと発信できたんじゃないかと思います。5分って言ってたけどね、今もう10分になっちゃいました。まあいいでしょう。ということで、これで終わりにしたいと思います。聞く本でした。今日も聞いてくれてありがとうございました。